ドアステッカーは、主に鉄道車両の客用ドアの窓ガラスに、重複されている乗客に対して、手や腕などを開閉するドアに挟まれたり、戸袋に吸い込まれたりしないようにするための注意書きのシールのことである。広告媒体としても利用されている。各鉄道事業者によって異なるが、直径 15cm 程度の円形、あるいは一辺が 10cm 程度の四角形がある。近年は、 首都圏の鉄道事業者においても、四角形、もしくは長方形のタイプが増加傾向にあり、中部、関西地方においては、首都圏に比べサイズが小型な傾向がある。台北都市ウンばる256型電車、ドアにご注意、開くドアにご注意、扉にご注意、指にご注意、ドアにご注意などといった文字や、指が怪我をするイラストや動物等のキャラクターが描かれたものが多い。 京王電鉄では沿線にサンリオピューロランドがある関係でサンリオのキャラクターが1997年から2013年まで使用されていた。東京急行電鉄では1978年から子供の戸袋への引き込まれ事故を防止するためにガラス面の下部3分の1ほどを隠すステッカーを貼っていたが現在は取りやめている。また関西地方では以前は 指詰めご注意と記載されていたが、関東の人が見た場合に特殊な用語を連想するためか、1980年代後半頃から関東式のドアにご注意に変更されている。ドアステッカー内の一部を広告スペースとして利用される場合も多い。近年では、規格統一の観点から注意喚起ステッカーと別で広告ステッカーが掲載されることが増えている。現在では、 日本のほとんどの鉄道事業者の車両に重複されている。だが、その多くは窓ガラスの車体側に重複されるため、長年重複されているものについては退職、変色が進んでおり、何が表示されているかわかりづらいものもある。各社の動きを以下に示す。なお新規開業に伴うステッカー新規導入は割愛する。ありがとうございます。